おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。巫女よ、もう一度言う。不死の契りを俺と結べ。 First Boys。 できませぬ、源一郎殿。たとえひとたび破れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。お迎えに参上いたしました。 Now wait a minute. 今しばらくお待ちくだされ。なるほどな。貴様を殺しきらぬ限り留飲を我が手にはできぬよ。
見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。ザレ言を。ザレ言だと。このアシナを守るためならば。We got them boys.力であれ従えてみせる。巴の神なら見せてやろMove back to the start. That is not even fair. He gets a power up.Eager. Nile. Shinobi. Tatami Neo. この忍び
Cheatsy ass Nibba gets to use a bow. FR. And this ISNT even the final boss. He comes in a third time later in the game. Brew. おじい様のご様子はどうだ。一心様は命を保っておられるのが不思議なほどです。そうか。 Fuck your grandfather。巫女よ、もう一度言う。
見事だ、巫女の忍びよ。惜しいな。主を変えるつもりはないか。Wowzers, man, just was worse. That's honestly triggering. And I am not in playing. Even.He's a bum. Mile. So is his grandfather. Oh boy, I just got lucky. 主を変えるつもりはないか。Oh yeah. This is your game. Okay.
Let's go. I called that. Yee. I called that. The belief of the gods is upon me. I was mad nervous. Same bro. What a actual god. あなたが勝ったのですね。お主。争うつもりはありません、巫女の忍びを。源一郎殿、もしや落ち水を。アシナは、この国は俺のすべてだ。そのためなら俺は人間をやめよう。 See, he's a straight bum. 死人帰りか。What a fucking hobo.That was a cool way to leave, though. It know what I'm happy I don't care that the next time I fight him has gonna be an absolute demon. Sheesh.ようやく主の命を果たすことができました。礼を言います。お主は一体誰に仕えている？アシナ一心私は一心様に仕えるクスシです。何故助けを命じられたのだ？一心様は
流因の力を望んではおられません。故に九郎様をアシナより逃がそうとした。はい、井戸底への踏み、あれもお主か。その通りです。ただ私の任はこれまで。あなたにはまず会うべきお方がいるはずです。九郎様は開花に。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ、よく来てくれた。参りましょう。アシナを脱さねばなりませぬ。狼よ、我が血は、流因は、人を死なぬようにする。そなたもそうだな。はい。私はそなたを救いたかった。時を戻せたとて、きっと同じことをするだろう。だがな、死なぬというのは、よどみを生む。不死のちぎりも、落ち水も、流害も皆そうだ。人としての生き方を歪めてしまう。私は、流因の不死が生む、よどみの連鎖を断ち切りたい。狼よ、それを手伝ってはくれぬか。破ることなどできぬ。できます、巫女さん。それが我が父より、課せられし掟なれば。そなたは私を救うため、幾度死に、そして蘇ってくれた。二度か、三度か、あるいは数えきれぬほどなのか。巫女様をお守りするためならば、幾度でも。そなたを不死の永劫の任に縛りたくはないのだ。狼よ、共に不死立ちをなしてくれ。御意。ありがとう、狼よ。
went ghost cause I am cleaning my room, RQ. It's all good. I think this is the home of the Great Serpent.
Frickum Dickums. The bot saying that was hilarious. To be right back, Lord Almighty. Thank you.
just finished watching an anime character cry and I back. In getting moved. Holy shit, them guns do so much. Yes, whatever they are. Or. I straight hate caves with a passion. Feel you.
Goddamn. That shit just keeps going, bro. Before they suck. Oh. Lol. Lol. First Wolverine and Spider-Man. They. Flip flappin'. Suck. FR.
How long you can ango for?TBH, I don't know where to go. It be like that sometimes. And I can literally fiend this all day. このアシナの城に残されていた古い記録だ。宣教の神なる竜の涙。ああ、その竜の涙というものがあれば、おそらく我が竜を断つことができる。しかし、宣教とは一体。うん。狼よ、そこにある香炉を見てくれ。とあるお方がお持ちだったものだ。この香炉は、かつてこのアシナの城には私とは別の竜院の巫女が暮らされていたと聞く。巫女の名はタケル様。この香炉はその方にゆかりのものだ。そのお方は今は亡くなられて久しいようだ。源の光輝まといて戦況へ帰る、そう言い残されたとか。つまり源の光輝、それが戦況に行き着く鍵ということ。おそらくは。狼よ、まずはそれを解き明かそう。して、いかこの城にはタケル様が戦況に帰る。私は戦況への行き方の不死立ち、それ自体についても探っては。おお、ならば一心様だな。あのお方ならば何かご存知やもしれぬ。狼、こちらじゃ。一心様はこの天守の外離れの櫓で静養されておいでだ。ただその離れは閉ざされている。少しお加減がな。入る術は、屋根上に夜鷹の衆が通う道がある。忍びが使う道だが、そなたならばたどれるのではないか。夜鷹の衆は目印に狼煙を使うとか。ああ、夜鷹の狼煙をたどれば一心様の離れまで行けるだろう。こちらの開き窓から屋根上に出られるぞ。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っておけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。は。巡っ
ってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう、セキロよ。あなたは？して、そのお主が何を知りたい？巫女様の目指す不死立ち、その鍵。不思議り。不思議りならば。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは？虫つき、わしも真の像を貫こうが首。そういった化け物すら殺す。これを。お主。時に幻道、刃を交えた。ただ強かった。そして、ほう。巴の神。源一郎の死のは、なかなかに。死と。巴。まるで舞のよう、あやつの瞳を、皆そこに引き込ま。見惚れて切られそうになるなど、この一心、長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。不思議りはいずこに？仙宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり、何をしておるかは知らぬが、まともな道など繋がっておらぬのよ。行くか、セキロ。不死立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ。戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。セキロよ。迷えば敗れるぞ。まだ埃がひどい。戻りました。おお、一心様とは会えたか。不思議りならば、鍵になりうるやもしれぬ。そう仰せでした。不思議り。仙宝寺にある、死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに、流因の不死を断つことへも、
関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。巫女様、これは桜、それは流因の引き換えに残る、タケル様が残すであろう狼よ。この桜しずくもまた。ありがた。わかった。目をと、はタケル様の流因もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎおい。花と、まずはこれを。I'm going to play this on my TV on he big screen. 戦況に帰るため、源の後期について調べていたのだろう。このアシナを貫く、源より流れいずる水。Bed. その水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所。深い渓谷などでしょうか。なるほど。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。城の裏手の林の奥にある白、言葉の通りそこから落ちたところにまともな道はつながっておらぬが。巫女様、こちら。これは源の香を求めた者が記した書物か。はい。光輝を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。アシナの底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。身投げば、そういったものを見ました。それは一体。ステローの奥に底の見えぬ大穴があります。そこにいた老婆がその穴に身を投げよと。ふん。身を投げた先がどこかにつながっているということか。はい。鳥居をくぐった方向からかすかに風の流れを感じました。試しにそちらへ飛び降りてみようと思います。わかった。気をつけるのだぞ。そういえばそこにある人の形が書いて、一心様がどういったものか、忍びの名がつくもの。一心様とも礼を言われた。源一郎殿を斬ったことへ。そうですか。源一郎殿、まさか落ちの檻を飲まれているとは。それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれは
もともとは我が師道元が調べていたもの、調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して共に不死立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クス氏として助けとなりましょう。ではまた。あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。昔の手癖でな、供養供養が嫌になって一味も抜けたが、それにまあ。じゃあな旦那。そこもとか、それがしを使い、しからば参る。そこもとの。
お前さんか。何の用だ。巫女様を。え？お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。え、少し目の影が薄くなったようじゃ。なんだと。それで何か用か。はぐれしな。
Thank you.
敵だと。そうじゃ。村人たちを配置。もし扉があと。
Hi. It's Isaac. Nada screwed now ill lick when I can get on.
いかがかね。こんなところにも死ねぬさ。どこ？極意。死者。
ございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ御仁、作座様はいずこですか？知らぬ。ああ、どうしてみな。
Alrighty, I'm going to end the stream.